客様がサロンに来ない。広告を出すにもただ、ね、出せば来るつもりじゃないんですね。悩めんだよな、みんな。そりゃそうだよね。誰に聞けばいいか分かんないもん、これ。知らなかった。みなさん、こんにちは。アクションチャンネル、あゆです。しーです。はい、今回はデニストのお悩み相談、イエーイ。私たち姉妹でネイルサロンやっていて、仕事終わりにね、いろんな話したりするんですけど、毎日こう好きな仕事をしていても、やっぱりこう悩むこととか考えることもあるよね。あるね。しーちゃんはどう？そういう。そうだね、悩んだりするときは、まあ、一人で考えたりもするけど、あいちゃんに相談して、その内容が自分のモチベーションになったりするかな。ね、そんな話をまあしてて、他に今見てる方とかでも、一人でやってる人とか、あと誰も相談する人いない人とかね、結構悩んでるんじゃないかなみたいなことをしーちゃんがそっと言ってて、もしかしたらね、なんか大したことは言えないんですけれども、何かこう一人でも力になれるかなと思って、こんな企画をやってみました。チャンネルインスタやってるんですけど、インスタの中で募集した質問で多かったもの4つをピックアップして、今回動画にしていきたいと思います。どんな悩みが来るのかな。ちゃんと相談に乗れるかどうか分かりませんが、はい、精一杯答えたいと思います。ちょっと1つずつ考えたので、はいはい、まず1つ目ですね。人見知りで接客が不安です。ネイル人になれますか？どうですか？ありました？経験は。あったね。まあ最初さ、何話したらいいか分かんないから、話そうとしてやると、私の場合は手が遅くなって、手を急いで動かしてやってるんだけど、何話してるかが分かんなくなってたかな。人見知りだから、まあ、ネイリストになってから接客が不安、ネイリストになれるかどうか分からないっていう方も結構多くて、あと人とどう接していいか分かりませんみたいな方も多かったです。まずね、人見知りっていうことについて考えたんですけど、働いてスタッフの子をたくさん見てても、もうほとんど10人いたら7人か8人は人見知りというか、話すのが苦手な子ばっかりでした。人見知りって多分自分をこう客観的に自分を見て、多分私って人見知りだろうなって自分で思う自分だと思うんですよ。例えばさ、しーちゃんがさ、あ、身長が152センチ、女の子で、私は人見知り、この中で事実っていうのは何だと思う？身長、女の子、そうだよね、人見知りって事実っていうよりは自分で多分思ってるっていうことの方が多いと思うんだよね。そうだね。そうだね。何が言いたいかっていうと、多分人見知りって思うまでに過去にね、トラウマだったりとか、そういう嫌な思い出があったり、自分が苦手とするような経験があったから、人見知りなんだろうな、私苦手だなって思っちゃってると思うんだよね、自分が。ああ、そうだね。で、思ってるとやっぱ喋るのずっと怖くなっちゃうし、喋ってる時ももしかしてこうどう思われるかなとか、この返ししたらどうかなとか、やっぱり結構自分が喋ることを気にしちゃうと思うんだよね、発言に対して、そうするとどん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 こう人との関わりが辛くなっちゃうし、すごい先生で考えやすいだと思うんだよね、考えると。そうだね。結論から言うと、人見知りでも全然ネイリストにはなれると思います。何歳ってそのね、スタッフが入ってきた子を見ても、10人でさ、1人ぐらいだよ、最初からよくお客様に、大丈夫ですか、しみるとこないですかとか言える子、まず最初は消毒してる前に手しみるとこ、ね、確認してって言っても、手しみるとこないですかからさ、言葉詰まって声が大きく出ない。言葉詰まってた。そうだよね。私もそうでしょ。なんかほとんどそういう子ばっかりしかいなくて、そこからじゃあまずはお客様に質問する言葉だけを決めて、言う言葉はもうルーティンで、考えなくても言葉が出るようになるぐらい、やっぱりお客様に入って練習っていう感じになるんですけど、もうそんなにね、話すのが苦手な子の方が多いね。それが普通だから、そんなに自分が喋るの苦手でも、それをねマイナスとして捉えなくて全然大丈夫だと思います。で、自分のね喋ることよりも相手の話を聞くことに集中するっていうのがすごい大事かなと思ってて、人と接するときに、なんかこれ言ったら嫌われるかなとか、これ言ったらちょっと空気読めないかなって考えてると喋れなくなっちゃうと思うんで、そうだから、どっちかっていうと相手の話をこう一生懸命うんうんって聞いてるだけで、相手はなんとなくこう、あ、この人ちゃんと聞いてくれてるなと思って、こう信用も増すし、そこでなんか、あ、そうだよねっていう返しだけで全然人ってある程度会話ができると思うんですよね。で、お客様もそんなにベラベラ喋るネイリストが好きじゃない人だってたくさんいるしね。だから最初は、しみるとこないですか、摩擦暑かったら言ってくださいね、今日は何か気になるデザインありましたかって、こういう言う言葉をよいしょよいしょちゃんとポイントで言えるようになれば、
きちんと施術ができますからね、もっとこうお話を上手になったり、お客様のこう会話の中でお客様をこう楽しませるような質問をしようと考えたりするのは、ある程度一通り技術がさ時間内にできたりしてから考えた方がステップアップしやすいかなと思うので、人見知りでも全然ネイリストになれるしね、みんな喋るのが苦手なところからほとんどの子が始まってると思いますので、これは心配しなくて大丈夫大丈夫どう思う、まあ、私はそうかなと思いますね、私の意見は。でも確かに人見知りって自分の中で思っちゃうと、うん、その先入観というか、自分人見知りだから話すの怖いとか、それもお客様に伝わっちゃうと思う。ああ、なるほどね。だから話を聞くって言ってたじゃん、まずはお客さんの話を聞く。それって確かに愛ちゃんによく言われてて、自分の話はいいからまず手を動かしながらこううなずくだったりとか、終わってから反省とかしてる時に言われてたのを思い出した、うん、でも確かにそうだよ、難しいことは本当最初考えなくてよくて、とにかくきちんと質問したことに対して聞いてる姿勢をお客様に見せる、動きとか言葉遣いが丁寧にすればお客様に丁寧さも伝わると思うので、その全部ね一生懸命ベラベラ喋るってことが正解ではないと思います、特に最初は。じゃあ2つ目、ネイルサロン開業するにはサロンに勤めた方がいいですか。よく聞かれるね、それ。聞かれるよね。聞かれるね。私個人の意見としては、できるなら一回サロンに勤めた方がいいかなと思います。まあ、理由は何個かあるんですけど、まあ、対応力、コミュニケーション、あとサロンの管理、トラブルへの対応に対してやっぱサロンに勤めた方が学べるかなと思いますね。自分でやるとなると、こう知り合いにねネイリストさんとかがいればまた違うんですけど、誰もいない中でネイリストやるって、じゃあお店の管理どうするかとかさ、じゃあお客様どうやって集めるか、じゃあデザインってどういう風にデザイン決めるんだろう、デザイン決めたけど値段はどういう風に決めるんだろう、これって自分で考えるのめちゃめちゃ大変だと思うんですよね。でサロンに勤めるとある程度こう、あこのぐらいのシンプルさだとこの金額なんだ、あそうするとサロンのジュールっていくら仕入れてるんだろうとか、まあ、きちんと開業を目的に働けば見えるところがたくさんあると思うんですけど、ただ働いてるだけだとさ、そのジェルの仕入れにいくらかどうかは考えないと思うんですけど、やっぱりそういう感じでサロンが1日お客さん入れてスタッフがネイルできるまで回ってるサロンにきちんと入るといろんなことが学べるかなと思いますね。学んでた方が始まってから楽だと思うんですけど、やっぱり自分でもちろん YouTube とかさ独学でスクールとか行かずに資格取ってネイルサロンやってる方のネイルも私受けたことあるし、上手ですしね。だけどやっぱり自分で全部情報収集って本当に時間がかかることなので、そこまで自分で頑張れればいいかなと思います。あとは今はさこういうご時世だから、経験がなくて資格がなくてっていう方が働きに行くにはサロンがやっぱ少ないかなっていうのが感じるので、昔みたいに絶対働いてから開業するっていうルートではなくて、もちろん独学で例えば勉強して、その後オンラインスクールとかでたくさん先生たちが技術を教えてくれたり、あと熊先生もそうなんですけど、開業目的に開業するための必要なノウハウとかも教えてくれるオンラインスクールがあるので、そういうとこ入ってからサロンを出すとなるとまた全然違うと思いますね。やっぱりね、みんな大事、結構つながりが大事な気がするんですよね。誰か一人でもなんか悩んだ時に聞ける人がいたりとか、お手本になる人が近くにいて、つながりを持てる場所が今はネイルサロンという形じゃなくてもね、オンラインスクールとかいろんなこうものでねあると思うので、そういうつながりを作れればサロン開業はできるんじゃないかなと思います。つながりって大事なんだ。大事だね、やっぱりね。その私はこうたくさん経験してサロンを出せて、その経験があったから活かせることがたくさんあるけど、これがネイリスト1年目で技術もまだ不安なままサロンオープンするとかさ、そのデザインもどうするかいいか分かんないとかさ、じゃあジェル何色、集めるだろうとか、そこから始める中で、まあ、出し方っていうのは本当難しいと思う最初。だから聞ける人、ちゃんと経験があってねサロン出したことある方、そしてサロンを今やってる方っていう人に聞けるっていうのはすごく大事なことだと思います。なんかこの動画がさあれになったら嬉しいね。なんかきっかけ、やっぱりうちらも一応サロンを愛ちゃんがやっていて、でこういう話ってつながりがないと聞けないしって思った今。ああなるほど、ね、悩んでんだよなみんな。そうだよね、誰に聞けばいいか分かんないもんこれっていう、まあ本当に私の意見、これは他の方に聞いたら違うかもしれない、こんな無理でって言われるかもしれないけど、私はそう思います。
じゃあ3つ目、小さな子供がいてネイリストになれるか不安です。自分がさ、ママでさ、ネイリストになりたい、サロン出すってなったら、確かに働ける時間はどのぐらい働けるんだろう、お金になるだろう、生活、やっぱり子供もいるからね、収入だって考えたら不安だと思う。不安だよね。もう、私分かると私の考えはなれると思います。でも、自分一人じゃ絶対になれないですね。やはりこう、支えてくれる家族がいてのことなので、一人じゃなくて支えてくれる方がいるなら、なれると思います。っていうのもやっぱさ、一つの物事を形にするまでって一つに集中しなきゃやっぱできないんですよ。これをさ、まあお仕事フォーエルさんしながらネイリストさん副業でやってネイリストさんを送るってすごい時間かかるし、独身だったらできると思うんですね。そんだけ時間を自分のことだけに費やせるから。だけど家事があって子育てがあって、その中でこの仕事ちょっとしてとか、あと限られた時間で本当寝る間も惜しんでさ、やっぱ勉強したり練習したりしなきゃいけないので、誰か助けてくれる人がいれば必ず形にはできるんですけど、その時間をどのぐらい確保できるかっていうことが、一つ大きな課題になってくるんじゃないかなと思います。これでちょっと一つ例としてねお話しするんですけど、私東京でプライベートサロン1対1のサロンをやってた時に来てたお客様がすごいネイル好きで、自分ももともとネイルちょっと勉強してたみたいな方だったんですけど、あやさんみたいに私もこういうサロンやりたいなって言い始めて、できるよって、でも器用そうだもん、できますよみたいな話してて、でしたら、いや子供2人いるしどうかなみたいな、います周りでって言って、いるけど大変だけどね、なろうと思えばなれるよっていう話して、じゃあどうしたらいいですかって言ったら、まあどうなりたいって聞いたんですよ。どこまではネイリストさんになりたいって言ったら、認定講師取るネイリストになりたいって言ってて、おー、なるほど、それはすごい大変だ、大変だけど絶対やろうと思えばできるから、ネイルのスクール入る時も普通のスクールじゃなくて認定校と呼ばれるネイルの本部から認定されている学校に入って、で、あのサロン勤務もその認定されているサロンで、サロン勤務3年とか決まりがあるんですけど、そこ働いてから認定講師の資格って受けなきゃいけなくて、普通のスクール入っちゃうと結構時間がかかるので、少し高くても目標がそこだったら投資できるんだったら頑張ってそういう流れでやった方がいいって言ったら、もう次の月にお札にしてくださいって言って、私ネイリストになりますって言って、あやさん言ってくれてありがとうみたいな感じで、やめたのよネイルを。でそのママも来てくれて、でお母さんと一緒にお話ししてて、頑張ってスクール行ってるよなんていう話を聞いてたんですけど、まあ、そこから3年4年した去年の末かな、たまたまインスタでそのお客様が出てきて、っていうのも結構有名なネイルの先生のところに働いてスタッフで行ってて、はあ、ここまで来たんだと思って、でこの間認定講師取りましたみたいなストーリーを見てて、すごいなと思って、やっぱりもうほぼほぼ寝ずにサロンに行って夜中練習して資格試験受けてみたいな感じで、まあ、あれはねなかなか普通できないよ、できないよ、いや私もできないと思ったけど、人って本当にやろうと思えばできるんだっていうことと、まあ、その子のインスタにもたくさん書いてあったけど、やっぱその家族がお子さんをね見てくれる時間が長くなるし、子供との時間も少なくなるし、だけど今は自分でやることに集中するって決めてやったから、今今年からサロンオープンしたんですけどね、このサロンを。そこまでこう行くにはすごく大変だったけどやってよかったみたいなやつを見た時に、人ってね本当にね、なんかもちろん捨てるものもあったと思うんですね、子供との時間、寝る時間、まあ、旦那さんがいれば旦那さんとの時間とかさ、そういうものを全部腹をくくってやればねできるんだなっていうのをすごく実感を私もさせられて、だからこういう DM たくさん来るんですけど、やろうと思えばできるし、あとはご家族とかね、その周りの方とお話しして、まあ、自分がどこまでのネイリストになるかっていうのも目標の一つで、認定講師になりたいからすごくお金かかったんですけど、例えば月10万円とか自分のある程度の収入として取りたいというならば、まあ、スクールに行くのもいいですが、スクールもお金かかるからお金大変な人もたくさんいるので、まあ、それこそオンラインスクール行ったりとか、ね、今はその単発で先生たちの授業を受けられるようなインスタとか先生フォローしたりさ、一つずつレッスン受けて勉強していくのもそうだし、まあ、どこかでネイリストのつながりを持って、勉強するというのが一つ近道かなと思います。あとはお金なくてもね、その勉強の間はネイルサロンに行って、でその施術を受けて、ネイルサロンってどういう風なものが置いてあるのかな、どういう風にセッティングしてるのかな、カルテはどんなものなのかな、からそれも一つ勉強になるので、
まあ、一個ずつ自分で地道にやっていけば道は必ず開けると思います。私は今回すごいね、やっぱやろうと思えばできるそうだなって思っちゃうね、聞くと。しーちゃんはそうだよね、まさかの、ね、泣きながら苦しみながらやったカレーマンがあるからね。確かにできる、うん、そうなんだよね。予想もしない3年後がみんなに待ってるかもしれないし、でも行動とね、あの頭を変えればね、絶対に自分が今考えてる以上の自分になっていけると思うので、自分の中でこれぐらいかなって考えてることは全部あの形にできるからね。行動力、あとはその守るものとか自分が養っていくものがある人はね、自分だけの問題じゃないと思うので、どのぐらい時間取れるかな、どのぐらいお金使えるかなっていうのをよく計算して書き出して、目に見えるもので一回頭を整理するといいかなと思います。応援してます、すっごい応援してる。真面目すぎる、このままこんなに真面目になったと思わなかったけど、いや思いが強すぎて、ね、強いすぎて、こっちも相談乗りたくなっちゃうね、乗りたくなっちゃう。それであのたまにその DM がたくさん来るとさ、ものすごい長いこととかもいるんですよ。その内容によっては返せることは返すんですけど、思い強すぎてこんな何をしてんやん、こっちも何文章伝わってかなと思ったけどまあね、伝わってると嬉しいです。最後4つ目、どうしたらお客様がサロンに来ますか。集客の問題ですね。お客様がサロンに来ない多いと思う、まあ、ここに関してはサロンっていうのもそうなんですけど、商品なので知ってもらわないとお客様は来ないんですね。知ってもらうにはやはり広告というものが大切になってきます。で、それしーちゃんはどうだった、サロン。そうだね、でもここオープンした時もあやちゃんが広告だったり全部出してやってくれてたんだけど、あのオープンする前からホットペッパーを掲載して、なんかそれが大きかったと思う。そうですね、まあ、私が思うにはどのぐらいの規模のネイルサロンをやるかにもよると思うんですよ。例えば月10万とか15万円ぐらいの売り上げを立てるのにね、ホットペッパーに出すっていうとやはりね広告費の割合がでかすぎるから、そこまでする必要はないのかなと思います。ただ月30万から60万とかある程度自分でさ家賃払って光熱費払ってで、自分の給料が取れるぐらいって考えるなら、やはりね一番早いのはホットペッパーに出すということだと思いますね。ホットペッパーのプランで一番低いプランがあるんですけど、こちら地域によったりさ、その場所によって違うんですけど、よく相談して、ホットペッパーって住所と電話番号が決まってからじゃないと掲載できないので、新しく店舗さテナント借りて、じゃあそこで電話線つないでホットペッパー掲載になると、その2ヶ月とか3ヶ月後先の掲載になるので、2ヶ月3ヶ月お客さんが自分で集めなきゃいけない時から始まるんですよ。だから私は自分がそれで最初めちゃめちゃ苦労したんで、自分で、ね、サロン立ち上げてオープンした時に、しーちゃんのサロンを出す時には少し早く電話とか、住所を決めといて、ホットペッパー掲載をオープン日にもうお客さん入ってるように動かしてたんですが、まあ、今見てる方でミニもやったりとかインスタで広告やったり、ツイッターとか SNS やってる方いると思うんですけど、 SNS で広告っていうのはやはり相当頑張らないと知られないんですよね。でインスタとかもそうなんですけど、やはりあの見てもらわないと、知ってもらわないとフォロワー増えなくて、細かいこと言うとさ、インスタだったら自分の住んでる地域とかのネイルサロンさんのお客さんのところに行っていいねを押すとか、そういう地道な作業をやってる方もいるし、あの広告として出す人もいるんですけど、あの地域性にもよるんですが、東京都内の銀座、恵比寿、新宿とか、ああいう一等地だとあのネット広告が一番強いと思うんですね、ホットペッパーとかね。だけどちょっと地方行くと、あの地道に自分でチラシ作ってさ、それをポスティングするだけでも違うし、そのチラシに500円引きですとか300円引きですとか初回クーポンとかつけてやるだけでもお客様は絶対来ると思うし、あのいろんな方法が集客もあります。なのでいくら売り上げたくていくらの広告費をかけるのかっていうのもすごく大事で、やはり一人で自分でご飯食べて本当にプライベートサロンとして出したいっていうのであれば、最初ホットペッパー頑張って使うっていうのが一ついいかと思います。ホットペッパーさんで契約の期間があるので、その期間内に終わらせてずっと使ってるとやっぱり大変なのでね、リピーターになって定着してからその知り合いを紹介してもらうとか、そういう風な方がまあ理想としてはねいいと思うんですが、そのさ、じゃああなたがねネイルサロンを出す時に何歳のお客様をターゲットにしますかっていうところから考えて、例えば10代20代の若い子をターゲットにするのか、30代以上の働く女性をターゲットにするのかで、作るデザインも変わってくると思うんですよ。適当にね好きなの作ってたらやっぱ来ないんだわそれは、うん、
そのターゲット層を絞った上でのじゃあデザインは、そのお客さんが好きそうな使えそうなデザインを増やしてるかな置いてるかなっていうところから考えてみて、じゃあそのデザインを作るにもさ、あの使ってるジェルの材料はいくらで、この定額の6000円とか7000円だったらアート数このぐらいで大体利益出るかな、そこまでやっぱ考えないとあのお金をねきちっと残すことができないと思うんですね。これすごい細かい話になっちまうんだけど、まあ難しいですけどね、ここまで考えるの。でもそのぐらい深掘りして自分で考えるのも大事かなと思います。簡単に言うとね、売上をまあお小遣い程度に10万15万だったらポスティングしたり SNS 頑張ってあの知ってもらえるように広告を出してみたりするのもいいと思うし、30万円以上しっかり、自分の補定給出るぐらい頑張りたいっていう方はドレッパー掲載大事かなと思います。すごい難しい話してるんで、まあ不安とでいいと思うんですけど、うん、でもやっぱね考えてちゃんと順序立ててやらないと物事って成功しないんですよね。なんとなく感覚でやると行き詰まるところが絶対出てくるから、そうですねと思いますわ。どういう、やっぱり普通って、うん、私もお店出すってなったらどうしてもその自分寄りな感覚というかになってしまって、そこまで深掘りできないと思う年だった。でもこの動画を見ることによって、そうだよな、ちゃんと長く定着させるためには計画を立ててデザイン作って顧客してってやらないとって思った。知らなかった難しいよね。すごい話すとさ、すごいこう細かいことになっちゃうんですけど、多分きちんと勉強してる方もそういうセミナーとかやってる先生のところにねお話聞くのが一番いいと思うんですが、お金はかかりますから、まあ、私の言えることを言うと、広告もそうなんですけど、広告は写真とかも大事なんですね。じゃあホットペッパー出すにもさ、出せばいつもじゃなくて、じゃあ例えば働く女性がメインとしてたくさん呼ぼうと思ったら、やっぱ会社で使えるデザインで、色とかもさ、やっぱ蛍光色よりはピンク、グレージュ、ベージュ系のデザインを多めの綺麗めデザインとかで、ニュアンスも入れながらも、まあ、そういう系統を絞っていって、写真の撮り方も自分で撮る時の光の加減、じゃホットペーパーに出した時の大きさと画質の荒さとか、まあいろいろあるんですね。そういうのも調べれば出てくるから、きちんと綺麗に写真を撮ってそれを掲載するっていうのも一つ簡単に言うと大事です。なのでそのデザインをどうするか、このお客さんをメインで取るか、そしていくら売り上げたいのかっていうのを明確に決めてから、その広告費いくらかけようっていうところでホットペッパー出すか、自分で、地道に SNS で集客していくか。で SNS 集客っていうのは結構時間かかるんですね。インスタとかもそうだし、フォロワーある程度いないといけないし、だからといってフォローしたからって増えるわけじゃなくて、やっぱ Google の広告とかいろいろあるんですけど、まあ、今ね一番早いなとか TikTok とかSNS にこうサロンの感じとかさ、そのルーティンとか軽く上げたり、ちょっとネイルの作り方とか上げて、そしたら10代とか20代のお客さんは来てもらうにはすごくきっかけにはなるかなと思います。 TikTok で集客してる方も今ネイルさん多いので、一つ勉強してね、で自分は知らないからできないとか、分かんないからできないじゃなくて、全部ね自分でお店やるとか、お仕事で自分で転職スキルというときは、分かんないことを全部分かるように自分で頑張るしかないことがたくさんあるので、チャレンジしてみるのもいいかと思います。技術もそうなんですが、その人集め難しいね。もう具体的にねターゲット層を絞って今言ったことをちょっと考えてほしいなと思います。で考えるときに、ね、頭で考えても人間整理できなくて、きちんと紙にね書いて、ターゲット、金額、年齢層、じゃあデザインどうするか、じゃあその中で月の目標売上げ、で目標売上げの中で経費はいくらぐらいに抑えるのか、じゃあ利益どのぐらい残すのか、でそうなると、まあ、売上げ例えば20万だったら、1人7000円だったら20万割る7000円で何人お客さんが必要なのか、じゃあこの例えば15人だったら15人呼ぶための広告を出せばいいわけですよね。それが売上げが高くなるにあたって何人呼ぶかが増えてくるわけじゃん。そしたら15人呼ぶためにはインスタとかそういうチラシでいいかもしれないけど、これが30人40人呼ぶとなったら、やっぱり SNS 自分で力をやるだけが大変なので、ホットペッパーで広告という、ああいう本当にたくさんの、ね、方が知ってるもので、選んでもらうとこから始めるっていうのはすごくチャンスが大きいので、何人呼びたいかっていうのがね明確になってるといいと思います。頑張ってください。もう大変だと思うんですけど、最初応援してます。すごいな。ということでこんな感じで、
質問多かった4つ答えてみましたが、いかがでしたでしょうか。勉強になりました。なりました。知らなかった。まあ、さらっとさ、あやちゃんと話すけど、あやちゃん、ここまで考えて、もちろんやってんだなって。そうですよね。ありがとうございます。こちらこそ。で、やっぱりね、その先ほど主義の話も出ちゃうけど、例えばさ、まあ、クーポン使うとかも大事なんですけど、あんまり毎回クーポン出すのは良くないと思ってて、あのオープン クーポンとかね、そういうのだったら全然いいんですけど、毎回クーポン出すとね、普通の通常価格でお客さん来なくなっちゃうので、やはり見せ方ですね。どうしたら来てくれるのかって考えた時に、デザイン性、そのサロンの雰囲気もそうだし、そのこだわりみたいなものをしっかり文章にして、あのアピールできるようなことを考えて、そういうのも大事だと思う。でもこれは私も、ね、最初からできるわけじゃなくて、いっぱい経験して勉強して、まだ勉強し続けてるんですけれども、時代によって変わっていくので。そうだね。まあ、うちもそうなんですが、コロナでやっぱりお客さん減ったんですね。コロナだから来なくなった方もいるし、お仕事の都合で営業をお休みしなきゃいけないって言って来なくなった方もいるし、県外から来てくれる方もたくさんいたんで、正直県外のお客さん全員ストップしてるので、そのお客さんにも会えないし、その中で新規集客っていうのはほとんど今まで最初しかしてなくて、その後もリピーターさんだけでできたので、まあ、今回じゃあ新規集客しようといった時に何を頑張るかって言ったら、まあ、うちだとその新しいデザインを作る時に、そのお客様に刺さるような、あの見てパッと見ておって引きがいいような可愛いデザインっていうのを一生懸命作って、写真の撮り方、サロンの内装とか雰囲気もきちんと見えるような写真を何回も今撮って作ろうかなっていうところなんですけど、来なくなってからじゃ遅いというか、もうやばいというところじゃ遅くて、先に動くっていうのが大事で、あ、そろそろ減ってきたな、じゃあ新しい動きしようみたいな感じで、こう変化があったらすぐに行動を起こすということが大事だと思うんですね。今回お話たくさん皆さんから相談を受けた時に、みんなね、悩みたくさんあって、まあ、それはみんな生きてりゃ悩みあるのにさ、仕事で今度新しいことに挑戦しようって言うんだから、もっと悩みはやっぱりあるんだなっていうので感じたんですけど、一つずつね、ちょっと先が見えるようなきっかけになれば嬉しいなと思って、こんな相談室をやってみました。ね、やりたいこととか好きなことってお仕事にしてもすごい肌から見ればいいように見えるんですが、大変なことを超えなきゃいけないのもあるので、その中でも頑張るね、皆さんを応援しております。皆さん一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いいたします。結構動画作るにも、もう高評価の率が多かったりすると、同じタイミングで作ってみようかなっていう感じで、あの高評価今回参考にさせていただきたいと思いますので、情報があれば第2弾やりたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。せーの、バイチャーラビー。よろしければグッドボタン、チャンネル登録。